指切り草。村外れの浮島がある池のほとり。そして初夏。目立たぬ地味な草に可憐な花が咲く。なんとも言えぬ美しさゆえ、この花を摘みたがる者が絶えぬ。お前様の摘みたいかい？茎は意外に丈夫。葉は細く鋭い。下手に摘み取ろうとすれば、指を切る。見れば、白い花と赤い花がある。真っ白な花は、まだ一度も指を切ったことがない。真っ白。少しでも赤ければ、すでに血が染み込んでいる。血の色の白。真っ赤な花には触れてはいけない。たまに指ごと切り落とされる。指のない村人が多いのは、そのためだ。ゆえに村人ら、この草を、指切り草と呼べり。いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。節電の夏、お手伝いいたします。世にも不思議なショートショート。涼しくなったら儲けもん。第2弾は、とめ館長さんのブログ、とめ文芸館より、指切り草という作品をご紹介いたします。今回のとめ館長さんの作品を初めて読んだとき、白石佳代子さんの百物語の中のタンスをイメージしました。それで久しぶりに私の持っている DVD を見たんです。それは野村萬斎さんプロデュース企画の解体新書という白石佳代子さんのゲストの回の DVD です。2005年のちょっと古い DVD ですが、何度見ても面白いです。この DVD を買った頃、私はちょうどいろんなことが少しずつ変わり始めて動き始めた頃でした。あれからここまで来たんだなぁと感慨に浸りつつ DVD を見て、そして、自分の首を絞めました。というのも、前にとめ館長さんのおねだりという作品を朗読させていただいたときは、
点のイメージがあって、その通りにできれば楽しいですが、イメージがこうブレてしまうと、すごく悩んでしまいます。ですから、今回はとりあえず自分のイメージを固めるのに集中しました。そして、あれやこれやと持っているうちに楽しくなってきちゃって、気がついたら、もう、盛りすぎた、となっております。すいません。その辺のところは、どうぞ、よろしくお願いいたします。今回も、お聞きくださってありがとうございます。またお越しください。